ちは。ハンドメイド作家のみかこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は湯沢屋で購入したエコアンダリアのベージュと水色を使用してワンショルダーの肩掛けバッグを編んでいきます。こちらの素材はレーヨン 100% になります。かぎ針は5号針を使用します。それではスタートです。ではまずはエコアンダリアのベージュの糸を使ってバッグの底の部分から編んでいきます。かぎ針は5号針を使用して編んでいきます。ではまずは輪っかを作ります。輪っかを作り、輪っかに針を入れて糸を引っ掛け輪にくぐらせる、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、糸を引っ掛け輪にくぐらせる。鎖編みを50目編んでいきます。鎖編みを50目編んでいきます。3目編みましたので4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、このようにして鎖編みを50目編んでいきます。そして鎖編みを50目編みました。こんな感じになります。では引き続き底の部分の1段目を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目です。1、2、3目。そして次の目に鎖編み1目に長編みを2目編む増やし目をしていきます。次の目に鎖編み1目に長編みを2目編む増やし目をしていきます。1、同じ目にさらに長編みを編んで、長編みを2目編んで増やし目をしていきます。このように長編みを2目編んで増やし目をしました。こんな感じになります。そして次からは鎖編み1目に長編みを1目ずつ編んで合計48目編んでいきます。鎖編み1目に長編みを1目ずつ48目編んでいきます。鎖編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ48目編んでいきます。こんな感じになっていきます。鎖編み1目に長編みを1目ずつ48目、端まで編んでラスト1目だけを残して編んでいきます。鎖編み1目に長編みを1目ずつ48目、端まで編んでラスト1目だけを残して編んでいきます。こんな感じになります。そして長編みを48目端まで編みました。こんな感じになります。ではラストの1目を編んでいきます。ラスト1目には長編みを6目編んで増やし目をしていきます。ラスト1目には長編みを6目編んで増やし目をしていきます。まずは長編みの1個目を編んでいきます。1、同じ目に針を入れて2個目の長編みを編んでいきます。2、さらに同じ目に針を入れて3つ目の長編みを編んでいきます。長編み6目で増やし目をしていきます。4つ目の長編みも同じ目に針を入れて編んでいきます。
5つ目の長編みも同じ目に針を入れて編んでいきます。ラスト1目を編んでいきます。長編み6目で増やし目をしていきます。そうしますとこのようになっていきます。長編み6目で増やし目をしました。ではこちらを横に倒して、ここからは向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ編んでいきます。向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ編んでいきます。向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ48目編んでいきます。向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ48目編んでいきます。向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ48目端まで編んでいって、ラスト1目だけを残して編んでいきます。長編みを1目ずつ48目端まで編んでいって、ラスト1目だけを残して編んでいきます。このようになっていきます。そして長編みを48目端まで編みました。こんな感じになります。ではラストの1目を編んでいきます。ラスト1目には長編みを3目編んで増やし目をしていきます。ラスト1目には長編みを3目編んで増やし目をしていきます。1、同じ目に針を入れて長編みを3目編んで増やし目をしていきます。2、3、長編みを3目編んで増やし目をしていきます。ラスト1目には長編みを3目編んで増やし目をしました。このようになります。そして最後は立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みに針を入れて引き抜き編みをしていきます。このようになります。これで底の部分の1段目の編み上がりとなります。このようになります。では引き続き底の部分の2段目を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目です。1、2、3目。そして今立ち上がりの目を編んだ根元の目に針を入れて長編みを1目編んでいきます。立ち上がりの目を編んだ根元の目に針を入れて長編みを1目編んでいきます。このようになります。そして次に前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目をしていきます。前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目をしていきます。1、前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目をしていきます。このようになります。次の目も増やし目をしていきます。前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目をしていきます。1、2、長編みを2目編んで増やし目をしました。このようになります。ではここからは前の段の長編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ48目編んでいきます。
前の段の長編み1目に1目ずつ、長編みを1目ずつ48目編んでいきます。前の段の長編み1目に1目ずつ、長編みを1目ずつ48目編んでいきます。このようになっていきます。そして長編みを48目編みました。こんな感じになります。ではここからは長編みを2目編む増やし目を6回行っていきます。長編みを2目編む増やし目を6回行います。前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目を6回行います。1、長編み2目の増やし目を6回行います。2、1回目が終わりました。2回目を編んでいきます。長編みを2目編む増やし目を6回行います。2回目が終わりました。3回目を編んでいきます。前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目を6回行います。2、3回目が終わりました。4回目を編んでいきます。前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目を6回行います。4回目が終わりました。5回目を編んでいきます。前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目を6回行います。2、5回目が終わりました。6回目を編んでいきます。前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目を6回行っていきます。そして6回行うとこのようになっていきます。ではこちらを横に倒して、ここからは前の段の長編み1目に1目ずつ、長編みを1目ずつ48目編んでいきます。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 このようになっていきます。そして長編みを48目編みました。こんな感じになります。ではここからは長編みを2目編む増やし目を3回行っていきます。前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目を3回行っていきます。前の段の長編み1目に長編みを2目ずつ編む増やし目を1、2、3回行います。1回目が終わりました。2回目を編んでいきます。前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目を3回行っていきます。2回目の増やし目が終わりました。3回目を編んでいきます。前の段の長編み1目に長編みを2目編む増やし目を3回行います。1、同じ目に針を入れて長編みを2目編む増やし目を
3回行いました。こんな感じになります。そして最後は立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みに針を入れて、こちらに針を入れて引き抜き編みをしていきます。このようになります。これで底の部分の2段目の編み上がりとなります。これで底の部分は編み上がりとなります。このようになります。では引き続き側面の1段目を編んでいきます。かぎ針は引き続き5号針を使用して編んでいきます。ではまずは立ち上がり鎖編み2目です。1、2、そして前の段の長編み1目に1目ずつ中長編みを1目ずつ編んでいきます。前の段の長編み1目に1目ずつ中長編みを1目ずつ編んでいきます。前の段の長編み1目に1目ずつ中長編みを1目ずつ編んでいきます。前の段の長編み1目に1目ずつ中長編みをぐるりと1周編んでいきます。前の段の長編み1目に1目ずつ中長編みを1目ずつ編んでいきます。ぐるりと1周編んでいきます。前の段の長編み1目に1目ずつ中長編みをぐるりと1周編んでいきます。このようになっていきます。そしてぐるりと1周中長編みを編んで、ラスト1目となりました。ラスト1目も前の段の長編み1目に中長編みを1目編んでいきます。前の段の長編み1目に中長編みを1目編んでいきます。このようになります。そして最後は立ち上がり鎖編み2目の2つ目の鎖編みに針を入れて引き抜き編みをしていきます。このようになります。これで側面の1段目の編み上がりとなります。では引き続き側面の2段目を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み2目です。1、2、そして前の段の立ち上がりの目を編んだ目と、そして中長編みの間に針を入れて中長編みを1目編んでいきます。前の段の立ち上がりの目と中長編みの間に針を入れて中長編みを1目編んでいきます。下から針を入れて間に針を入れています。中長編みを1目編んでいきます。次は中長編みと中長編みの間に針を入れて中長編みを1目編んでいきます。下から針を入れて中長編みと中長編みの間に針を入れて中長編みを1目編んでいきます。このようになります。2段目は中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを1目編んでいきます。中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを1目編んでいきます。2段目は中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを1目ずつ編んでいきます。2段目は中長編みと中長編みの間に下から針を入れて
中長編みを一目編んでいきます。中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを一目ずつ編んでいきます。2段目は中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを一目ずつ編んでいきます。2段目は中長編みと中長編みの間に針を入れて中長編みを一目ずつぐるりと一周編んでいきます。このようになっていきます。そしてぐるりと一周中長編みを編んで1目となりました。ラスト1目も中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを1目編んでいきます。そして最後は立ち上がり鎖編み2目の2つ目の鎖編みに針を入れてこちらに針を入れて引き抜き編みをしていきます。このようになります。これで側面の2段目の編み上がりとなります。ここから引き続き2段目と同じ編み方で3段目、4段目、5段目と引き続き編んでいきます。そして中長編みを48段目まで編みました。こんな感じで模様が出てきます。49段目で色を変えながら編んでいきますので48段目のラスト1目を編みながら色を変えていきたいと思います。では48段目のラスト1目を編んでいきます。ラスト1目は前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを1目編んでいきます。前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを1目編んでいきます。このようになります。そして最後は立ち上がり鎖編み2目の2つ目の鎖編みに針を入れてこちらに針を入れて糸を変えていきます。同じくエコアンダリアの私は水色の糸で編んでいこうと思います。ではこちらの糸をこのように引き入れてきます。これで糸が変わりました。ベージュの糸はカットしておきます。では引き続き49段目を色を変えて編んでいきます。立ち上がり鎖編み2目です。1、2、そして前の段の立ち上がりの目と中長編みの間に下から針を入れて中長編みを1目編んでいきます。同じ編み方で編んでいきます。次は中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを1目編んでいきます。前の段と同じ編み方で編んでいきます。糸を変えて同じ編み方で編んでいきます。前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを1目編んでいくという形で同じ編み方で編んでいきます。このようになります。そして色を変えて2段編みました。こんな感じになります。ここからバッグの持ち手の切り込み部分を編んでいきます。切り込み部分を編む位置ですがまずはバッグの底の部分を真ん中から半分に折ります。バッグの底の部分を真ん中から半分に折ります。そして後をつけていっ
って右側と同じく後をつけていきながら左側に待ち針を打っておきます。こんな感じで待ち針を打っておきます。そして3段目を1箇所目の待ち針を打った箇所の編み目から2目手前までを編みました。待ち針を打った箇所の編み目から2目手前までを編みました。ではここから鎖編みを5目編んでいきます。1、2、3、4、5目、5目編んだら前の段の中長編みを5目飛ばします。1、2、3、4、5目飛ばして前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを1目編んでいきます。1、2、3、4、5目飛ばして前の段の中長編みと中長編みの間に針を入れて中長編みを1目編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。これと同じようにもう一箇所の待ち針を打った箇所も編んでいきます。同じように編んでいきます。そして4段目を前の段で鎖編みを編んだ切り込み部分まで編みました。ではこの鎖編みを編んだ部分に丸ごと針を滑らせて中長編みを5目編んでいきます。丸ごと目を拾いながら中長編みを5目編んでいきます。1、2、3、4、丸ごと目を拾いながら中長編みを5目編んでいきます。5、そうしますとこのようになっていきます。そしてここからは通常通り編んでいきます。前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを編んでいきます。このようになっていきます。同じようにもう一箇所の切り込み部分も編んでいきます。同じように編んでいきます。切り込み部分を2箇所編むとこんな感じになります。右と左に編んでいます。ここから持ち手を通す形になります。そしてここから先は通常通り編んでいきます。中長編みと中長編みの間に下から針を入れて中長編みを編んでいくという形で編んでいきます。切り込み部分も同じように編んでいきます。中長編みと中長編みの間に下から針を入れながら中長編みを編んでいくという形で引き続き編んでいきます。そして水色の糸に変えてから合計12段編みました。こんな感じになります。最後の1段は模様を変えて編んでいきます。では13段目最後の段を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み1目です。1、そして前の段の立ち上がりの目と中長編みの間に下から針を入れて細編みを1目編んでいきます。前の段の立ち上がりの目と中長編みの間に下から針を入れて細編みを1目編んでいきます。次は前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて細編みを1目編んでいきます。前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて細編みを1目編んでいきます。次も同じように前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて細編みを1目編んでいきます。
最後の段は細編みを1目ずつ編んでいきます。前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて細編みを1目ずつぐるりと一周編んでいきます。最後の段は前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて細編みを1目ずつぐるりと一周編んでいきます。このようになっていきます。そしてぐるりと一周編んでラスト1目となりました。ラスト1目も前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて細編みを1目編んでいきます。ラスト1目も前の段の中長編みと中長編みの間に下から針を入れて細編みを1目編んでいきます。そして最後は立ち上がり鎖編み1目の鎖編みに針を入れてこちらに針を入れて引き抜き編みをしていきます。そして糸をカットします。これで本体の編み上がりとなります。では引き続き同じ糸を使ってバッグの持ち手を編んでいきます。かぎ針も引き続き5号針を使用します。ではまずは輪っかを作ります。輪っかを作り輪っかに針を入れて糸を引っ掛け輪にくぐらせる糸を引っ掛け輪にくぐらせる糸を引っ掛け輪にくぐらせる鎖編みを170目編んでいきます。鎖編みを170目編んでいきます。3目編みましたので4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 このようにして鎖編みを170目編んでいきます。そして鎖編みを170目編みました。こんな感じになります。では引き続き編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目を編んでいきます。1,2,3目。そして次の目に鎖編み1目に長編みを2目編む増やし目をしていきます。次の目に鎖編み1目に長編みを2目編む増やし目をしていきます。1、さらに同じ目に針を入れて長編みを2目編んで増やし目をしていきます。このようになっていきます。そしてここからは鎖編み1目に長編みを1目ずつ168目編んでいきます。ここからは鎖編み1目に長編みを1目ずつ168目編んでいきます。鎖編み1目に長編みを1目ずつ168目編んでいきます。鎖編み1目に長編みを1目ずつ168目編んでいきます。端まで編んでいってラスト1目だけを残して鎖編み1目に長編みを1目ずつ168目編んでいきます。端まで編んでいってラスト1目だけを残して編んでいきます。長編みを1目ずつ168目編んでいきます。こんな感じになります。そして長編みを168目、
端まで編みました。こんな感じになります。ではラスト1目を編んでいきます。ラスト1目には長編みを6目編んで増やし目をしていきます。ラスト1目には長編みを6目編んで増やし目をしていきます。1、ラスト1目に長編みを6目編んで増やし目をしていきます。2、3、ラスト1目には長編みを6目編んで増やし目をしていきます。4、ラスト1目に長編みを6目編んで増やし目をしていきます。6、ラスト1目に長編みを6目編んで増やし目をしました。こんな感じになります。ではこちらを横に倒して、ここからは向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを編んでいきます。横に倒して向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ編んでいきます。こちらに針を入れて長編みを1目ずつ168目編んでいきます。向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ168目編んでいきます。向かい合わせに編んでいる長編み1目ずつに長編みを1目ずつ168目編んでいきます。長編みを1目ずつ168目、向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ編んでいきます。端まで編んでいってラスト1目だけを残して編んでいきます。168目編んでいきます。このようになっていきます。そして長編みを168目端まで編みました。こんな感じになります。ではラスト1目を編んでいきます。ラスト1目には長編みを3目編んで増やし目をしていきます。ラスト1目には長編みを3目編んで増やし目をしていきます。1、ラスト1目には長編みを3目編んで増やし目をしていきます。同じ目に針を入れて長編みを3目編んで増やし目をしていきます。2、3、ラスト1目に長編みを3目編んで増やし目をしました。こんな感じになります。そして最後は立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みに針を入れて、こちらに針を入れて引き抜き編みをしていきます。このようになります。そして糸をカットしていきます。これで持ち手の編み上がりとなります。こんな感じになっていきます。バッグの持ち手の編み上がりとなります。バッグの本体とともに糸の始末をしていきます。糸の始末が終わったらバッグの本体の切り込み部分に、こちらの切り込み部分に持ち手を差し込んで、このように差し込んで折り返し部分を 6.5 センチにして、こちらの折り返し部分を 6.5 センチにして直径3センチのボタンとともに一緒に縫い付けていきます。このように縫い付けていきます。左右でボタンの位置を同じ位置に縫い付けていきます。
そして中央にスナップボタンを縫い付けて取り外しできるようにしています。使ったアミ糸はベージュが4個、水色が2個で合計6個使用しています。サイズの方は横が28センチ、縦が32センチになります。持ち手の方は取り付け部分を省くと54センチで編んでいます。 A4 サイズのノートがぴったりと入る大きさで編んでいます。では実際に私が肩からかけてどんな感じになるか見てみたいと思います。肩からかけるとこんな感じになります。お財布とエコバッグがすっぽりと入る大きさになっています。これでワンショルダーの肩掛けバッグの編み方は終わりになります。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回。バイバーイ。